これなんか自分が大きくなってんな。これなんか別キャラみたいっすね。なんか設定曰く、どういう、あ、これも全部吹っ飛ばせれる。え、強っ。え、これもしかしてボーナスステージ、ボーナスステージなのでは。ほら、え、やばいやばい。針は、あ、針は何もなかった。え、強っ。え、ボーナス、あ、え、なんで、は、え、なんで今な、何した俺。この辺でルーズ。あ、じゃ、もうちょい先か。もうちょい先だ。あ、これ倒しちゃダメなんだ。オッケー、倒さずに、はい、避けて、こうだ。あいつは倒しちゃダメなんだ。オッケー、オッケー、オッケー。まだ出てくるのかな。あれだけ注意なんだね、多分。え、なんで、まだ倒しちゃダメなのがあるんだ。まだ倒しちゃダメなのがある。土管の、を壊さずにっていうのかな。とりあえず、さっき、男の子俺出会った瞬間から泣いてたから、さっき泣いてなかったんだよね、2回目は。それがよく分かってないんだけど。はい、避ける。オッケー。んで、最速で行ってみようか。んで、土管は壊しちゃダメ。あ、ダメだ。え、どうしよう、どうしよう。ん？あ、ここは違う。ここはオッケー。あ、どういうこと？え？乗るんかな？これ追いかけてみる。逆に追いかけてみるのはどう？あ、守るんだ。わかったわかったわかった。守ろう。あの子を守るのが俺のミッションだ。なんかそんな気がする。わかった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 。オッケーオッケー。完全行き止まりだったもんね、あれ。だからこれを守らないといけないから、このトゲだけ怪しいもんね、なんか。あのトゲを壊した。あ、わかった。壊しとこう。はい。おい、壊した壊した壊した。壊したぞ。これでどう？あ、これどうすんだ？これと、え、飛べる？俺が落ちる。じゃあ、この穴は無視だな。この穴は無視だ。俺に当たるだけで、彼は死んじゃうから、俺はじゃあ、ここに落ちるわけじゃないと。多分飛んでくれるはず。多分飛んでくれるよね。俺が壊しちゃダメだったのかな？はい。これを先壊しとく。OK。んで、オッケーオッケー、来れてる来れてる、いいね。え、そこ飛び越える。え、これ飛び越えてくれるよね。あ、俺壊しちゃダメだったのかも。壊しちゃダメだったんじゃない。あ、いけるねいけるね、いいよ。あ、これはこれはこれはどうですよねー。え、てこと、え、待って、どうすればいいんだこれは。待てよ、ここは左に行ったらここがある。この女の子は倒しちゃダメなのかな。倒しちゃいいか、倒しとくか。で、あの女の子がゴールか。倒しちゃダメだったかもな。あ、でもこれ先に右行かないとダメだ。先に右行かないと多分やられちゃうわ。ここは飛び越えてくれる。この先だよね。こいつ怪しいな。なんもないか。ここなんかないかな。ほら、なんかない、ないかないか。なんかないか。なんかないかな。おし、俺を越えていけ。こう。あー！どうすればいいのこれ。こうやっとく。どうすればいいのこれ。マジで、マジでどうすればいいこれ。あ、あ、あ、いけた！頭ならいいんだ。わあ、頭ならいいんだ。なるほどね。うわ、それ、むずー。そういうことか。そう、ということで、次のステージはこれで解禁されるわけだ。これ、ど、これ、ここで死んだりしない。あ、オッケーオッケー。なんでやねん。もうこの、ステージ選択画面で殺すのやめてほしい、ほんとに。はい。はい。いけたー。よし。さあ、今度の、あ、なんだ、リンダは勝つ。は？どういうこと？爆弾は爆発。リンダは勝つ。結石は押す。スイカはストップ。壁、なんか別ゲーだぞ。完全に別ゲーだぞ。メスはあなた。え？え？勝てないと思われる場合は、ここをクリックして最初からやり直してください。パズルゲームかなんかか？は？は？は？
あ！どういうことだ？これは？ああめっちゃ簡単やった。ああなんかちょっとよくわかんないままだったけど、まあいいや。こういうパズルゲームもあんのか。難しいな。ああもうやめてよ。何それ。もうステージ出すのから始まんの。はい、もうはい、いきますよ。さあステージ5。なんだ、急にメトロな感じになったぞ。何？おう、おお、面白い。敵を10体倒す10秒以内。まあまあ難くね。10体倒す。どうやって、どうやって、どうやって、どうやって倒すの、どうやって倒すの。あ、わかった、わかった、オッケーオッケー、わかった。ジャンプボタンで攻撃だ。オッケーオッケー、いきます。あー、これ草むら入った方が早いわ。あ、俺もやられるね。オッケーオッケー。待ってよ、むずいぞ、これどうすれば間に合う。むずくねこれ。普通にむずくね。ほんとにこれできんの。なんかアイテムあるんだ。アイテムある、どこにこれ。探そう、アイテム。アイテムない、アイテムない。うわー、これさ、倒したときに左のキャラの数が減ってんだよね。もしかしたらこれを直接とかなんじゃないの。ほら、そういうことか。6つ、わかるかこんなの。めちゃくちゃむずかったわ。やっぱ謎解きなんだな、このゲームはな。わらい、もう謎解きじゃねえわ、初見殺しだわ。やっぱでも5番はね、完全に初見殺しって感じのステージじゃなかったよね。いいね、パズル要素があって。さあ6面、結構長えな、このゲームってか。思ってた以上に長えわ。あれ、ああ今んとこ普通、何もなく。あ、何？あー、うっさー、これよ、これなんよ。初見殺しゲーってのはこういうことなんよ。さあ、はい、で、はい、わかってるよ、この辺はもうないと。あらーい、今のどうあんのじゃ。今のもっと直接一気に超えるみたいな感じか。で、あれが回るんだよね。あ、超えれねえな、でもこれ。あ、わかった、こうだ。オッケー。で、油断してたら来るから。来ないな。あれ、あれ来ないぞ。あら、はん、はん、あー、ダメだこれー。もう、あっこ降りちゃダメだね。オッケーオッケー、わかったわかった、オッケー。なんでやねん。で、ここは落ちちゃダメ。雲は当たって大丈夫。ここなんかありそうだよね。あ、え、まあ。さあ戻ってきた。ここはどうだ。これなんかあるな、なんかあるぞあれ。でもこっから一気に飛び越えることは多分できないから、あれ発動させるしかないな。はい、なに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 。あれ、どうやって開けるんだ。あ、どうやって開けるんだあれ。え、あれホーミングだったよね、完全に。これはホーミングしてるじゃなくて、あの場所にたまたま落ちたんかな。あ、じゃあホーミングしてるわ。ホーミングしてるー。多分なんだけど、ホーミングしてるときにシーソー動いてたから、あ、あれ踏んじゃダメなだけだ。だから踏まなかったらいいんじゃん。あ、そうじゃん。で、ここでセーブを出すと。オッケー、そういうことね。ちょ、難しく考えすぎてたわ。え、何？あ、急にスクロールした。あ、なんで消えた？なんで消えたの？え、なんで？あ、消えてた。もうちょ、うるさい。いける！あーねー！私はあなたが何か奇妙なことしているのみたいですが、何を、うるせーな、おめえら、笑いすぎなんだよ。でもなんか割と簡単にいけそうだな。こうでしょ？で、あれが消えるから、出たらすぐ行く。で、こう行く。で、右に行った時に落ちる、そのまま。落ちたらダメー！え？でもジャンプしたら蹴られる。あ、どうすればいいんだ、じゃあ。どうすればいいんだろう、こっから。はい。ジャンプして、こうはダメー！
あだーちゃうねん。めっちゃ笑うわ、ムカつくわ。めっちゃ笑うやん、おめえら。なんでー、やっぱ高くに飛んで降りるしか俺は発想ないんだけどな、これ。もうテクニカル的な。雲に触るか。あ？こう置いて。ほらほら、そうだそうだ、あれ出てきたけど今行けたから、テクニカル的な問題なんじゃない？結局。なんか、あれを止める術があるとかではなく、多分そんな気がすんな。あ、無理だ、無理になってるわ。無理な気がする。これ違うな。なんか、あるこれ。なんかあるのか。あ、わかった、これどう？あ、違う、間に合わねえわ。間に合わないから、絶対間に合わないわ。逆に頭突きしてみる。ダメです。なんかここでしていくと思うんだけどな。ここは？ダメか。なんだろう、なんだろう。おあこれはこれか、これ何やろな思ったっけ、これ。そういうことか、マウス使うんか。いや、それはむずいな、マジか。オッケー、太陽避けてやな。いや、これわからんで、これわかんないっすね。いやー、そっか。オッケーオッケー、カーソルも使うんやな、このゲームは。オッケー、わかりました。BGM 変わったし。で、ここからどうすればいいんやろ。ここからまたなんかあるんかな、あの月とかなんか気持ち悪すぎる。青鬼みたい。顔が。ああホラーゲームじゃねえんだから。で、ここでマウスを使って下ろすと。いやー、よくできてる。おもろいわ、これ。なんでやねん。オッケー、いけた。はい、でもー、もう一番巧妙な罠だとは、今のが。今のが今までで一番巧妙な罠だとは。愛してるよー、オッケー、難しかった。これめっちゃ出た。10分ぐらい出たんちゃう、ここ。もう分からへんわー。え、待って、長くない？他の動画を見てね。